ほー、サチだよ。今日は新しいお店を始めようと思うんだ。その名もサッチーのレモネードスタンド。というわけで今日はですね、こんなちょっとまだお店ちっちゃいけど、ここでねレモネードを売って売って売りまくって、いつかは大きなお店をね建てていきたいと思います。サッチーラブロックス、では早速やっていきましょう。あ、見てください。もうすでにね、お客様が来てますね。じゃあまずね、オーダーを取りましょう。いらっしゃいませー。レモネードを一つ。はい、レモネード一個注文入りました。じゃあ後ろのね、ここでレモネード作っていきましょう。お、ミニゲームだ。おじ、できた。簡単簡単。はい、じゃあどうぞー。あ、一個4円で売れたー。嬉しい。もっともっとね、売りたいけど、お客さんいない。悲しい。あ、来てくれた来てくれた。おじいちゃんみたいな可愛いお客さんだ。じゃあ早速ね、注文を受けたまわりました。レモネード2個ですね。結構飲むね。頑張って作っていこう。よいしょ。はい、オッケー。どうぞー。まずお一つ。もう一個もう一個、もう一個作りたい。よし。マウスを振ろうだって。フリ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 。ミニゲームの種類が違いましたね。そういうこともあるんだ。じゃあこちらね、2つ渡してありがとうございました。いい感じいい感じ。で今ね、お金が12円貯まってるんだけど、ここなんかね、アップグレードができるみたいなんで、ちょっとやってみましょう。ポチッとな。あ、すごい、倍のお金になった。え、すごいすごい、これめっちゃいいんじゃない。よし、可能な限り上げてみました。じゃあね、あ、ちょちょちょ、危ない危ない。先に作っといてね、今度お渡しするっていうちょっと時短テクを披露してみる。わあ、1個16円だって。すごいじゃん。どんどん上げちゃおう。さあ、次のお客様がね、来るまでに、どん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 やっちゃいましょう。あ、2個か。オッケーオッケー。余裕で作れるよ。もう1個もう1個。マウスを振る。よし。はい、オッケー。40円。めっちゃいいじゃん。はあ、またお客さん来てくれたよ。5個。ちょっと待って、VIP って書いてある。VIP だ。VIP 様が来たよ。はい。まず、お一つ。よしよしよし。ビップさんだ、ビップさん。ちょっと、クリック、何これ。新しいモード。ビップならさ、きっとお金いっぱい持ってるから、この値段もいっぱいあげちゃおう。なんかね、作るときにいろんなモードがあって、難しいね。オッケー、これで全部渡した。やったー。お、レベルアップで報酬を受け取ろうって書いてあります。なんだろう。あ、宝箱だ。なになに？クリック。リッチな。ヒントブーストと宝石を手に入れました。ヒントブーストって何？あ、これか。ショップの方で今ね確認できました。一番下のこのトランプみたいなマークを押して、リッチなヒントっていう、ちょっとよくわからないんだけど、ヒントには価値が5倍になりますっていうのがありますね。1回の使用につき7分。ちょっとよくわからないけど使ってみますか。せっかくもらったしね。ポチッと。あ、7分か。これでもしかしてリッチのお客さんが来てくれるのかな。だったらめちゃくちゃ嬉しい。リッチのお客さん来い来い。あ、すぐに来てくれた。やっほー、すぐに。あ、肉もいるの。オッケーオッケー。待っててね。すごい、フレンドのね、すぐりんも買いに来てくれました。でも結構お金稼げてる。楽しい。夢のためにね、どんどんお金をね、稼いでいきたいんで。いよいよみんな、もっと買ってって。わ、なにこれ、なんか、急にゴールデンっていうやつができた。びっくりした。ちょっとこのゴールデン、どうなるんだろう、渡したら。ちょっとそこの君、ぜひもらってくれないか？おお、ちょうどよかった。わー、すごい！ 3 倍の価値だって。今、1杯が48円だったからね。すごーい、ゴールデンとかもできるんだ。さて、結構ね、お金を貯めたので、ちょっとアップグレードっていうのをやってみたいと思います。こちらで、ハエを乗せる。ハエ乗せないで。最大のお客様数を2名に増やすっていうのもね、アップグレードできていくらしいので、ちょっとやっていきましょう。まずは、ポチッとな。これでお客さんが2人来るようになったのかな？あー、素晴らしい。いいですね。これでより稼ぎやすくなりました。で、さらに、アシスタントを雇う。お、来ました来ました。新人くん。いらっしゃい。お、オーダー取ってる。ちょっと待って。めっちゃ働いてくれる子じゃん。ってことは、どん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 アップグレードしていくと、この辺すごい、やりやすくなるってことだよね。で、高速ジューサーやっていきましょう。これで、ドリンクを作る速度が、速くなったかな？ちょっとわからん。次、別のミキサー。あ、2台目だ。これの方が一番いいね。これじゃあ買って、
やったー、最大効率でこれで動かせるんじゃない。え、他のテーブルっていうのもありますね。お、すごいすごい、他のテーブル。あ、でさらにお客さんを4にするっていうのもあるんで、やっちゃいましょう。来ました、これでサッチーのレモネード屋さんがねめちゃくちゃ大きくなりました。お、ゴールデン作ってるじゃん、えらいわあ、すごいいっぱい人が来ちゃってちょっと忙しいね。で、アップグレードをね、すべて終わらせたら、なんと今度ホットドッグ屋さんにならないかってお仕事が来ました。早速ね、やっていきたいと思います。はい、というわけでね、サッチーのホットドッグ屋さんですね。できました、ここでまず料理を作っていくんだね。お、焼いてる焼いてる。楽しそう。ふる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 。ホットドッグを作った。あ、そうだ、オーダー取らなきゃいかんかった。あ、ホットドッグ2つですね。はいはーい。よいしょ。忙しいな。ちょっとホットドッグ作るの大変だぞ。こっちは何だろう。ドリンクかな?コップが置いてあるからね。新しいものが作れるようになるのかな?まずは今はね、ホットドッグをちょっと作って、すぐ出せるようにしておきましょう。ホットドッグ2個ですね。ちょっとホットドッグ作るの時間かかるんだよね。よいしょ。オッケーオッケー。さあ、そしてね、なんと画面の端っこの方なんですけど、このプレゼントマークを押すと、なんかね、時間で報酬が結構もらえるらしい。ちょっと今ね、2個ゲットできることになってるんで、早速開けてみましょう。こっち、何ができるかな?経験値ラッシュブースト。あ、すごいすごい、アイテムもらえました。もう1個は?同じ感じかな?インスタント準備ブースト。おー、なんかジェムめちゃくちゃもらえるし。じゃあ早速今もらったブースト系をね、どんどん使っていきましょう。注文完了時にお金3倍しとく。すごいね。じゃあこれと、即準備。ちょっとわかんないな。従業員にも効果あります。あ、ちょっと使ってこう、使ってこう。え、使う?注文管理、もうなんか全部使いましょう。はい、じゃあまずオーダーを取って。はい。え、できた!早い早い。いやー、すごいめっちゃ早い。あ、お客さんが来ない、でも。ちょっともったいない、この時間。早く、はいよ。そうだ、アップグレードで。お客さんが2倍っていうのなかったっけ?あ、200円かかる。ち、早く来て。早く来て。あ、レベルアップした。よし、報酬もどんどん受け取っていこう。またラッシュブースト来ましたね。てれれれ。めっちゃ面白い。あ、これでね、お客さん数2倍に増やせたので、あと従業員もやってましたね。ちょっとやってこ、やっとってこ、やっとってこ。ちょ、今忙しいから、うち。はいはい、オーダー取るよ。私がオーダー取るから。はい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 。めちゃくちゃ忙しくて笑う。じゃあこのお金を使ってね、アップグレードもやっていきましょう。ソーダマシンの購入って新しいアイテムですね。ソーダを塗る能力をアンロック。で、より良いグリル。おー、さらに。これ今ちょっとあんま効果ないけど、あとグリルをもう一個。これもいいですね。で、他のテーブルも買えちゃう。すごい。お金いっぱいだ。で、注文数を4つに増やして、ソーダの時間も短くして、ソーダマシンもう一個。わー、めちゃくちゃ拡張できたよ、ほら。お店が広がった。今ね、結構ジェムが溜まってきたんだけど、ちょっとこのジェムの使い道がちょっといまいちわからなくて、あ、あそこになんか見えますね。あ、あれかな?あー、すごいすごい。なんか、ジェムを使って基礎能力上げれる感じですかね。スタートマネーとか、ちょっととりあえず一個ずつ上げてみようか。で、まだね、ちょっと上げれそうなんで、どうしよう。店員のスピードとかちょっと上げときたいね。店員さん頑張ってほしい。よし、こんな感じで、どうかな?なんとね、サッチーのこの商売の才能を見込まれて、お次は、アイスクリームショップのお話が来ました。じゃあ早速ね、やっていきたいと思います。ついに夢のお店だよ。はい、というわけでね、アイスクリームショップできました。なんかまだ、側しかない。天井とかがないんだけどね。じゃあ早速ね、お、すぐにまた。来てくれたの?アイスクリーム作っていきましょう。だいぶお店広くなったね。よいしょよいしょ。できた!あ、美味しそう。このアイスをどうぞと。お見せするのってすごい楽しいな。いい感じいい感じ。順調。ちゃんとね、この食べ物のレベル上げてった方がいいね。さあ、作り置きアイスだけどいるかい?そこの君。お、来てくれた。ありがとう。どうぞ。いらっしゃいいらっしゃい。いらっしゃいませー。元気が取り柄のアイスクリーム屋さんだよ。お、見て。新しいフリーザーって新しいアイスクリームバーが売れるらしい。ちょっと買ってみましょう。これなんだろう。お、早速新しいアイスの注文が入りました。ちょっとこれいらなかったな。あ、隣の人いるかな。
あ、いらない、ちょっと待って待って待って、ゴミ箱捨てる。しかもなんかビップっぽいキッチと来てた。ちょっと待って、時間が。 OK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 、 まず1個。あ、これ簡単かも、すぐできる、すぐできるタイプ。よし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 。あ、間違えた、はい、あ、間違えた焦るの私。あ、なんとか間に合った、すごい、5000円もくれた、ありがとう、いいお客さんだ。次はね、サンデーっていうアイスクリームがアンロックできるみたいですね。サンデーって何、どれどれ。特に増えてないよね。あ、増えてる増えてる、すごい、新しいアイスクリームだ。どれどれ、どんな感じのができるんだろう。うわ、すごい、めちゃくちゃ可愛いのできたプリンアラモードって感じだね美味しそう、てかめっちゃ高そう。あ、でも164円だって、安い、ちょっと値段上げとこうOK。 やばい、見て、なんかサンデーが飛ぶように売れてる。ちょっと今使えないし混雑混雑、お店側が混雑してますいや、だってこんなんね、絶対美味しいに決まってるよ。さあ、お店の方もね、アップグレード終盤にかかってきました。まずはもっとサンデーだから、これですね、プリンアラモードみたいな作るやつ、3つ目ができましたね。これで取り合いにならなくて済むで、最大効率、サンデータイムを 2.5 秒。あ、結構作るの時間かかってたんですよ、これ本当に。で、さらにお客さんをね、最大数増やしまして、これでね、めちゃくちゃ儲かっているアイスクリームショップ屋さんの出来上がりです。いいね。従業員も3人いるから、もう完全に私仕事ない。いや、それもいいんですけどね、あの小さなね、レモネード屋さんからここまで来たと思ったら本当にね、すごいですからね。まだまだ次のね、レベルはあるみたいなんですけど、ちょっとオファーの話がまだ来ていないので、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。サッチンのロブロックス動画は他にもまだまだたくさんあるので、よかったらチャンネル登録、高評価、あとコメントしてくれるとすっごい嬉しいな。それじゃあ、またね。